三菱不走、エアロミディ MK、エアロミディ MK、エアロミディ MK は、三菱不走トラックバスが製造、販売していた中型バス、エアロミディシリーズである。この記事では、三菱不走が、これまで発売してきた中型バスについて、解説を行う。また、かつて発売されていた日産ディーゼル工業、現、ドトラックスからの OEM 車種、エアロミディ S についても記述する。 1965年に発売された三菱最初の中型バス。クレハジ構成の前後同一、プレスボディを仮装し、そのスタイルの良さで注目を浴びた。最高出力 110PS の 6DS1 型エンジンが搭載されており、性能的にもクラストップを誇った。1967年にボディデザインが変更され、オーソドックスな観光バス風スタイルになった。 この時の基本スタイルが1980年代、初めの MK116 系にまで引き継がれることとなる。MR620 型の後継シリーズとして1970年に登場。車体長にバリエーションが与えられ、MR620 と同じ7.8メートルボディの B620 バイト、路線向けに2、扉仕様も可能とした8.6メートルボディの B620。 いいのにモデルとなった。エンジンは共に 6DS5 型、122PS である。1972年にモデルチェンジが実施され、6DS7 型エンジン、135PS を積む、B623 バイト、7.8メートル級、B623E、8.6メートル級、6DS3 型エンジン、125PS を積む、B622 バイト、 7.8メートル級の3、モデルへと増強された。1974年には、ヘッドライトを取り囲むベゼルの形状が、丸型から角形へと変わり、顔つきが若干変化している。1974年登場。外観は、B623E 型と大差ないが、エンジンが 6D10 型、140PS となり、リアオーバーハングが、 B623E 型に比べて 10cm 延長されている。1976年登場。B622 バイト B623 バイトを引き継ぐ短尺サイズの MK115 回、B623EMK103H を引き継ぐ中型標準サイズの MK115H の2モデルが設定された。三菱発の中型車用直噴式。 ディーゼルエンジンとなった 6D14 型エンジン 160PS が搭載されている。この台から観光仕様と路線仕様の側窓が作り分けられるようになり、路線仕様はメトロ窓から一般的な2段昇降式アルミサッシに改められた。なお、観光仕様は従来通りのメトロ窓である。業界の昭和年、排出ガス規制適合中型バスとして、 1979年に誕生した。車体長のバリエーションは従来通りであるが、形式数字が115から116に変更され、ハイガス規制記号も付加されて、k m k 1 1 6回型、H 型となった。エンジンは、クラス最強の 6D15 型、170PS で、ミッションは、ロッド式の直結5速 MT である。1981年には、 クレハ製車体が、キュービックスタイルのスケルトンボディに生まれ変わり、標準尺車の車体長が9メートルに延長されて、TMK116J 型となった短弱車については、ボディスタイルの変更を見で、形式に変化はない。さらに1983年には、エアサス車、TMK516 回型、J 型が追加され、間もなく58年ハイガス規制対応によって、 全形式の規制記号が K- マイナスから P- マイナスに変わっている例 MK116JPMK116J1986 年には MK7 メートル車の登場でエアロミリの愛称が与えられた1988年1月に発売が開始されたボディスタイルが大幅に変更され当時の大型路線車エアロスター系と共通性を持つデザインとなった エンジンは最高出力 185PS の 6D16 型である。ミッションは従来通り5速 MT だが、このモデルからオプションで、フィンガーコントロールトランスミッションが設定されるようになった。車体長、ホイールベースや足回りのバリエーションは従来通り、モデル中期の1990年7月には、平成元年排ガス規制に対応、規制記号が P- から、 U- に変更されている。マフラーの形状が変更され、エンジンの音が P 台とは異なるものになっているほか、バックブザーの音が P 台とは異なる。ヘッドライトは丸型が標準であるが、角形ライトもオプションに設定されていた。ただし、採用例はあまり多くはない。このモデルでは輸出仕様も存在し、香港の急流バスが アリソン製 AT を搭載したモデルを導入している。また、台湾にはシャーシのみ輸出し、現地製の車体を仮装した車両が存在する。1993年9月より発売。ボディが三菱自動車バス製造製にモデルチェンジするとともに、エンジンは 6D17 型を搭載。出力は 210PS に向上するとともに、排気量が先代の7.5リットルから、 8.2リットルに大きくなり、軽軽台まで採用された。フロントマスクが角形4等、ヘッドランプをバンパーに組み込んだ衣装に変更されると、同時にリアコンビネーションランプがバンパーへ、H 型に組み込まれた衣装になり、軽軽台まで採用された。オプションで上部にも補助ランプを取り付け可能だが、バス強ランプは使用されなくなった。また、 ステアリングの形状及びメーターパネルなどの運転席。周りも前年に発売された、エロバスエアロクイーンと同じタイプに変更されている。このモデルまでマフラーの位置が左側になっていた。ミッションは5速 MT に加えトルコン式3速 AT オプションも設定された。前述の期間の大排気量化に伴い、エンジンの音が仙台とは異なり非常に重みのあるものになっている。また、 西日本車体工業がワンステップバスを1990年代初頭から特別対応で設定しており九州地方で導入例がある改造扱いとなるこのモデルにも輸出仕様が存在するがエンジンは 6D14 を搭載しているため形式が MK217J となるまた輸出仕様は排ガス規制に伴う改良を受けていないため KC マイナス車以降に準じたモデルは存在しない。1995年6月より発売、短期規制、平成6年排出ガス規制に対応して、マイナーチェンジされ、エンジンは 6D17i に変更された。UMK218、618台と外観は変わらないが、マフラーの位置が右側に変更されたほか、リアのルーバーの形状が少し変更されている。 また、アイドリングストップシステムがオプションとして設定されるようになった。1998年5月の一部改良では、衝撃吸収式ステアリングが装備された。また、メーターパネル内の警告表示部分に LED 式表示灯が採用されたほか、それまで改造扱いだった全中比、ワンステッパスが正式に形式認定を受けた。また、トエバスでは、 ツーステップ車ながら床面を下げた低床使用車を導入している。改造扱いとなるため、形式名は KCMK219 十付回となる。また、北九州市交通局には、西構成、車体 58MC の車両が導入された。1999年7月発売開始、長期規制、平成10年排出ガス規制に伴いエンジンが、 サイチェシーの 6M61 から3、225PS、2900rpm に変更され、ホイールパーク式駐車ブレーキが装備された。エンジンのともケーシー台とは大きく異なるものになった。発売当初は2ステップ車及び8.2メートル車もあったが後に廃止された。9メートルワンステップ車は、リーフサスとエアサスの2種類を設定しているか、 2002年11月にはノンステップバス10.5メートル車のみが発売された。ミッションはフィンガーコントロール式5速 MT2 ステップはオプションと5速 AT オプションを設定。オプションは ABS アイドリングストップシステム10.5メートル車は標準装備などがあった。発売当初の形式名は以下の通りになっている。 中扉仕様は引き戸が標準になっているが2枚折り戸及び4枚折り戸も選択可能であった。ただし8.2メートル車は4枚折り戸は装着できない。また10.5メートルノンステップ車では引き戸のみの設定である。2002年10月頃にラインナップの整理が行われ8.2メートル車及び2ステップ車は廃止されたほか9メートル車については前。 中扉仕様のみになった。同時に、ミッションもフィンガーコントロール式のみの設定となり、ロット式は廃止されたほか、ステアリング形状などが変更された。ラインナップ整理以降形式一覧サイドウィンドウは、先代までは上下引き違いが標準となっていたが、今回より逆 T 字型が標準となっている。なお、このモデルは5 MT 車、9メートルクラスにおいて、 リーフサス車とエアサス車では、ファイナルギアの設定が異なっていた。2004年12月より発売を開始。エンジンは2005年に新短期規制に適合するため、インタークーラー、ターボ付きの 6M60T1、240PS、240 2700rpm で5速、MT のみの設定となり、リアバンパー部のデザインも変更された。ラインナップは、 当初9メートルノンステップ車及び10.5メートルノンステップ車の2種類だったが2005年秋に9メートルワンステップ車も加わった特に9メートルノンステップ車は横置きエンジンの MJ9 メートルに代わって登場したものでエンジンは縦置きに搭載されていたなお今回からエアサス車のみの設定となりリーフサス車は廃止されたエンジン出力向上に伴い 10.5メートル車においてファイナルギアが形形台の5.428から4.875に変更された。また9メートルクラスもリーフサス車廃止に伴い4.875に統一されている。このモデルは三菱リコール学士の影響により販売台数が伸びなかった。2007年8月に生産終了。形式名は10.5メートルノンステップ車は PAMK27FM9 メートルノンステップ車は PAMK27FH ワンステップ車は PAMK25 回 J となっている。2011年12月より発売開始。PDG 車は西日本車体工業で車体を製造していたが、同社の解散に伴い約4年ぶりに三菱不創生車足と 三菱不走バス製造製純正車体との組み合わせ、とった。外観は2007年まで販売されていた PA、MKK9 メートルノンステップとほぼ同等であるが、中扉の位置が PA- マイナス台より460ミ、mm、リメートル後方に移動したほか、マフラーの位置が MK218-618 系以来となる、左になった。 ホイールも実規格から ISO 規格に変更された。三菱自動車の大型バス、エアロスターと同様、ブルーテックシステム、再生制御式、DP 回尿素、SCR システムを採用し、新開発の直列六気筒エンジンの 6M60 型、220PS、2200rpm の搭載によ、中型バスとしては、 初の平成27年度重量車燃費基準を達成した。ミッションはこのモデル以降オーバードライブ付き6速 MT となっている。いずれもノンステップ車で形式名は都市型が SKGMK27 回 H 回、郊外型が SKGMK27 回 HFS となる。2012年4月、新エコカー減税対応により、排出ガス規制記号を変更。 2012年9月6日より、新法案基準、新ワンマンバス構造要件に対応、並びに、同モデルに一部改良を加え発売開始。エンジンは 6M60 型 162kW、発売窒素酸化物、粒子状物質ともに10%の低減を達成している。SKG 台と同様に再生制御式、DPF と尿素、SCR システムを組み合わせた。 ブラテックテクノロジーを搭載しているため、NOX、PM を大幅に低減している。SKG 台と同じく6速 MT である。2012年9月式以降の主な改良点は以下の通り、形式は都市型が TKGMK27 回 HFJP、郊外型が TKGMK27 回 HFSJP。2017年に製造を終了している。 同年9月、ホームページの掲載を終了。路線形と同時の1979年に誕生した。車体長のバリエーションも路線形と同様。1981年には、クレハ製車体が全溶接構造のキュービックスタイルに生まれ変わり、標準尺車の車体長が9メートルに延長されて、TMK116J 型となった短着車については、 ボディスタイルの変更のみで、形式に変化はない。さらに1983年には、エアサス車、KMK516 回型、J 型が追加され、間もなく58年排ガス規制対応によって、全形式の規制記号が K、K から P、P に変わっている、例、KMK16J、PMK116J。エンジンは MK、MK115。 515がターボチャージャー付けの 6D14T 型、195PS、MK116、516が 6D15 型、175PS である。1986年に7メートル車である MK126 回の登場と同時に、エアロミディの愛称が与えられた。三菱不装、エアロミディ MJ を参照。路線系と同時の1988年に、 登場した。車体については大幅にモデルチェンジされ、エアロミリシリーズで共通のイメージとなり、CD 値は0.58となった。側面窓については、超デラックス観光仕様では固定窓、それ以外の仕様では引き違い窓が標準となっている。ヘッドランプは角形2灯、廉価グレードは丸型4灯のものがバンパーに組み込まれた。MK525 527、595は観光系のみのシャーシとなっており、そのうち MK525、527では前輪独立喧嘩が採用された。エンジンは MK525、MK 595が最高出力 200PS、2900rpm のターボチャージャー付け 6D4T 型。それ以外は最高出力 185PS。 2800rpm の 6D16 型を搭載している。排出ガス規制への対応は路線系と同時に行われている。1993年、三菱自動車バス製造性にモデルチェンジ。エンジンは当時クラス最高の 210PS を発生させる 6D17 型を搭載。フロントマスクがハイデッカーは異形4等、プロジェクターヘッドラン。 前年にモデルチェンジしたエアロバスエアロクイーンと同等、スタンダードデッカーは路線型と同じ家計4等、ハロゲンヘッドランプをバンパーに組み込んだ衣装に変更された。1995年短期規制、平成6年排出ガス規制に対応してマイナーチェンジ。エンジンは 10PS 引き上げられた。1999年長期規制。 平成10年排出ガス規制に伴いマイナーチェンジ。エンジンが OHC の 6M k に変更された。2005年に新短期規制に適合したこの車種は三菱不走リコール学士の影響により販売台数が伸びなかった。2007年8月に生産終了。エアロミディエスは中型路線バスである三菱不走トラックバスと日産ディーゼル工業の二社が バス製造事業において業務提携を行い2社の車種が統一されたため、ド・トラックス・ Q ・日産ディーゼルの中型路線バススペースランナーシリーズの j p 系、1 0 5メートルロングバスおよび RMK が OEM 供給されたもので2008年1月31日に発売を開始した路線車のノンステップバス及びワンステップバスのほか九メートル自家用車の 認可も国土交通省に受けている。車両そのものの設計、開発は日産ディーゼル工業が行っているものの、エンジンリアバンパー及び周辺は三菱不桑側が開発を行っているためエンジンは三菱不桑が開発した 6M60、177kW、240PS である。また、車体は西日本車体工業製であるが、リアコンビネーションランプは エアロミディ p a 大同様、リアバンパー内蔵タイプとなっているため、西日本車体、日産ディーゼルのボディに、不装風、リアビューという接中スタイルになっている。車内の名板が、日産ディーゼル工業株式会社になっているほか、エンブレムを装着しない場合には、外観での区別は困難であるが、ステアリングのロゴで識別できる。身長規制。 平成17年排出ガス規制に対応しており、基準に対して PM、粒子状物質10%減を達成している。再生制御式、d p f のほか、高精度クールド EGR などを使用。形式は9メートル車、ARK が PDGAR820 十ン、10.5メートル車、AJK が p d g a j 8 2 0十ン、観光、自家用仕様が、 PDGAR820 半となる。西日本車体工業の解散に伴い、2010年8月に製造を終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。